さあ始まりました、ようこそQちゃんのコーナーです。本日の助っ人外国人はソニアさん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日のようこそさんはこちらです。なんかモデルさん可愛いでしょ、おそらく、ね、さあ見てみましょう。それでは今日のようこそさん、Qちゃんどうぞ。へい、こんにちは。こんにちは。私はスウェーデンから来ました、イルバです。22歳、日本に来て3ヶ月です。3ヶ月、うん、あのね、イルバさんはあのスウェーデンのストックホルム出身で、ほう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 、あのご両親、彼女が生まれる前にご両親は日本に住んでたそうです。あ、そうなんですか。なので日本にすごくあの興味があって、うん、あの親しみもあったので、うん、スウェーデンの大学でも日本語を勉強されてたようで、ね、なるほど。そしてあの現在はなんと日本に留学中、うん、ね。そしてどこの大学だと思いますか。後輩じゃないですか。ICU。いやー、実はね、東大なんです。東京大学。東京大学。それも何学部だと思いますか。工学部です。そう、工学部ね。あのなんで、うん、電工電気工学、電子電子電子難しいですね、難しい難しい。女の子一人じゃないですか。ねえ、ね、クラスにいますよ、他に女性。女の子いますか。女の子いる。あ、少ないですよ。少ないですよね。やっぱり男の子たちみんな喜んでるだろう ね、 ね、 ね、学力のね、もうルンルンでやったら、ね、プリンセスがいるって感じだよ ね、 ね、素敵だよね。でもこれ東大入るのってね、日本人でも入れないんですよ、うん、あ、そうですね、すごく勉強したでしょ、うん、スウェーデンの大学でたくさん勉強しました、うん、その毎日の勉強したおかげで、うん、今日本の一番の大学、うん、東京大学に入れました、うんうん、すごいね。イルバさんはね、うん、まあ、日本が大好きなんだけど、はい、まあ、来日してちょっとショックなことがあるんだって。あ、そうですね、うん、日本の学生は、うん、食事中、その先生の前で寝ている人が多いです、うん、あ、授業中ですね、授業中ですね。だから、うん、スウェーデンはそんなにいないですよ、うん、びっくりしました。東大の工学部でも寝てます。寝てる。はい、そうですよ。しかもこんな美人がいるのにみんな見てるんだ、みんな夢で見てるんだ、いろいろ想像したりとか、ね、何ですかそれ。その他に何か日本来てびっくりしたことあります？あ、そうですね、日本人は、無宗教と思ってたので、うん、日本のクリスマスにちょっとびっくりしました。あ、確かに、ね、スウェーデンもクリスマスのお祝いしますけど、うん、その前に他の日はお祝いします。あ、それは、うん、ルシアという日です。ルシア、ルシア、そうですね、サンタルシアは、うん、どういうお祭りですか。サンタルシアはクリスティアの光の聖地の名前なんです、うん、スウェーデンの冬は6時間しか太陽が出せないので、少ないですね。だから、うん、毎年12月13日に長く暗い冬に訪れる光に感謝するという意味が込められています、うん、サンタルシアね、13日だからこの間だったんですね、13日の、どんなことやるんですか。そのサンタルシアでは、うん、この日に朝早くに家族で一番年上の女の子が、うん、白いドレスを着て、うん、赤いリボンを腰に締めて、その頭の上に、うん、5本ぐらいのキャンドルをつけて、うん、あ、こちらの写真、ね、サンタルシアになりたい、うん、かわいい。暑くないですか。イルバさんでしょ、あの写真かわいい。あ、私、子供の頃、そしてですね、このスウェーデンのサンタルシアというのは、うん、まあ、子どもたちがその変装をして、うん、でお家や教会である食べ物を配るんです、うん、でそういったその食べ物を今日持ってきてくださってるんですね、うん、はい、ルスカットというパンです。ルスカットはサフランを使って黄色いパンで、うん、そのパンは光、太陽の意味します。面白い模様。スウェーデンの家で
このルスカとコーヒーを娘が利用しにあげます。あ、なるほどね、光をあげるのね、親孝行の感じ。さあ、それではいただきましょう。いただきます。いただきます。サフランが入ってる。サフランすごい真っ黄色。ね、もう香りもしますもんね。健康に良さそうだね。なんか美味しそうですね。不思議な香りですね、パンの中に。結構サフランが強いですね。サフランが入ってるちょっと初めて食べましたけれど、美味しい。甘いですね。甘い。なんかパエリアのパンみたいな。そうそうそう。ね。うん。あ、これをコーヒーと一緒に。はい、コーヒー、紅茶。こうつけて食べて美味しいよね。これコーヒーとよく合います。自分で作るんですか？はい、うちで。へえ。それはあの先ほどの写真だとイルバさんと弟さんで一緒に作ったりする。はい。へえ。まあいいですね。嬉しい。あ、美味しい美味しい。これぜひね日本でも売り出してほしいなと思うぐらい美味しいですね。イルバさん、本日はどうもありがとうございました。 ありがとうございました。このコーナーではスタジオゲストとして番組に出演してくださいます外国人の方募集しております。詳しくは番組ホームページをご覧ください。出演してくださった方には世界が認めるアーティスト村上隆さんデザインの東京 MX オリジナルグッズを差し上げます。明日はどんなようこそさんが登場するんでしょうか。以上、ようこそQちゃんでした。